どうも、うらです。こんにちは。今回はですね、施工管理やめたいと思っている、ちょっと待ってってことで動画を撮りたいと思います。私はですね、注文住宅の戸建ての現場監督、5現場ぐらいを同時に動かすような施工管理をした後に、大きい建物、ちょっと大きい建物ですね、メガソーラーや、ビルとか、交渉の仕事とかを受けようで、電気業界の営業として働いた後に独立しました。独立してからは、建設業と若手をつなぐというお仕事をメインにさせてもらってます。で、今回はですね、ちょっと施工管理をやめようかなと悩んでる人、悩んでる人と、あとはまあちょっと施工管理になりたいなと思ってくれてる人に向けてちょっと動画を撮りたいなと思います。私はまあそもそも転職したりとか会社を辞めたりすることは別に全然いいと思ってて、それはまあ自分の人生だし、自分が決めたことなら退職するっていうのも選択の一つだと思うし、自分の人生を切り開くという意味で、全然、まあ、ポジティブな選択だなとは思うんですけど、施工管理を今やめようかなって悩んでる人って多分ほとんどやっぱり仕事がしんどくって残業も多くて、こうやっぱ対人関係とかも関わってくるから、そういうのでストレスを感じてやめたいなって思ってる人が多いと思うんですよね。施工管理ってやっぱり前動画で紹介したんですけど、5つの管理業務に加えて書類作成であったり近隣対応とか、あとはまあ現場の仮設の計画を立てたりとか、まあ、石膏図面をちょっと変えたりとかやることが本当多いんですよ。だから結局はキャパオーバーになって辞めたい、もう仕事がしんどくなるっていうパターンで多分辞めたくなる人が多いと思うんですけど、果たしてその施工管理は自分に合ってるのっていうのを、辞める前に一回ちょっと自分自身に聞いてみてほしいなと思います。というのが、施工管理っていう風に一つでまとめてしまうと、まあ大きい括りになっちゃうんですけど、施工管理の中にもいろんな施工管理があるんですね。例えば私は建築そのものの施工管理をやってました。その建築そのものの施工管理も、小さい戸建てのような施工管理もあれば、大きいようなビルやマンションをする施工管理もあります。その2つの施工管理は、施工管理でも全然仕事内容とかやり方が違ってきます。で、今施工管理をやめようかなって悩んでる人とかって、絶対もう施工管理の楽しさとかやりがいとかにも気づけてる人だと思うんですよ。しかもまあそのいろんなタスクをいろいろやってきて、能力的には結構いろんなスキルが自分自身に身についてる人たちだと思うんですね。だからもうちょっともったいないなと思うので、戸建てに向いてる人もいれば、そういう大きい現場の施工管理に向いてる人とか、向き不向きも施工管理の中でもあるんですよ。戸建てとか小さい住宅になってくると、3ヶ月もあれば1つの現場が終わるような規模なので、浅く広くというような感じになると思うんですよ。で、いろんな業者さんと、ああだこうだしながらっていうので、短い期間でいかにどれだけこうその細かい段取りをやっていけるかっていうのが課題になってくると思うし、大きい現場になってくると、現場事務所っていうプレハブみたいなのを建てて、そこに1年間ずっと通い詰めて、1年ないし2年3年働きながら建物を建てるっていうような施工管理になってくるんですよ。で、それは入場とか安全管理もものすごい厳しくなったりするし、そういうのでも全然仕事内容が変わってきます。で、あとは民間の建物を主にやるのか、役所の建物を主にやるのかでも仕事内容も変わってきて、役所現場が多いとやっぱり書類がすごい厳しかったりとか、まあ民間がやおい、それだけやおいっていう意味じゃないんで、やばいから適当でいいっていう意味じゃないんですけど、そこの辺でも結構違いが出てくるんで、施工管理の中でもいろんな種類があるんで、今やってる施工管理だけが一つではないよっていうのが、私はその電気業界でも働いてたので、電気の中でも現場代理人っていうのがあって、それも本当に建築でいう施工管理、建築の中の施工管理みたいなのを電気だけを専門にしてる、まあ施工管理みたいな感じですよね、っていうような形もあるし、職長っていうその中の、また電気の中の職人班の中の職長、職人たちのこうスケジュールを段取りしたりとか、材料を段取りしたりする人とかもいるし、その施工管理の中でも結構様々種類があります。仕事がしんどくて辞めたいなと思っている人は、大きい仕事が
1年2年3年スケールのでかい仕事が合わなくて辞めるんであれば、小さいそういう戸建ての施工管理もあるよという選択肢もあるよっていうのもあるし、建築物じゃなくても私の父はその土木の現場監督してるんですけど、そういう土木の中でも施工管理がある。それもまた建築の施工管理とは違った感じだと思うんですよ。私も詳しくは話も聞いてないし、土木がどんな感じか分かんないですけど、段取りの仕方とかもちょっとは変わってくると思うし、やり方とかも変わってくるんじゃないかなと思いますけど、やっぱりその中でもやっぱり共通してるんじゃないかなって思うのは、全部ゼロのものが出来上がるっていう時の達成感であったり、その職人さんたちと、コミュニケーションを取りながら建物を建てるっていうところと、あとは段取りするところですよね。材料の手配であったり、原価管理、工程管理であったり、顧客管理とか安全管理とか、そういう管理業務とかっていう大まかなものは一緒だけど、規模が違ったり、なんだろう、ちょっとした範囲が違ったりするのは、またちょっと施工管理に対する見方が変わるんじゃないかなっていうのがあるので、まあ辞める前にそういう選択肢を検討してみるっていうのも、せっかくこう今まで、しんどい大変な仕事をやってこられたってことは、そういう違う似たような場所でも活躍していけるんじゃないかなと私は思うので、そのやりがいとか楽しさ、達成感とかは気づかれてる方が多いと思うので、せっかくだったらそういう選択肢もあるんじゃないかなと私は思います。で、まあ今から施工管理になりたいなと漠然に思ってる人とかは、そういう選択もきっちりした方が長続きするというか、仕事にやりがいを持ってて仕事に誇りを持ってやっていけるんじゃないかなと思うので、これから施工管理をやりたいな、まあ現場の中に入っていきたいなっていうような人たちは、そういう選択肢、まず建築なのか土木なのかとか、その建築の中でも電気とか専門業ですね、電気水道とかいろいろあるので、そういう業種の中のその現場代理になるのか、それとも建築全体ですね、建築全体になったら、まあいろんな人たちと均等に浅く広い知識が必要になってくるし、そう一つに専念して絞った一つの知識を深掘りするような施工管理をするのか、いろんな施工管理の中でもたくさん選択肢があるので、その選択肢をいろいろチェックしたり調べたりしてみるのも手なんじゃないかなと思います。なので、まあこの動画を見て施工管理、まあこういうのもあるんだと思って踏みとどまってくれたら一番嬉しいですし、まあ今から施工管理になりたいなと思う人は、施工管理はすごい楽しくてやりがいのある仕事だと思うんで、まあその一つの参考になればなと思いました。本当に今やってるのが自分に合ってる施工管理なのかどうかっていうのを自分自身に聞いてみてほしいなと思います。それから、転職であり会社を辞めたり自分で事業をやったりする、そういう選択をしていって、ぜひしていってほしいなという動画でした。では今日もご視聴ありがとうございます。今日も一日ご安全に。